2014年5月の17日、天保山で釣りです。19時、時間は19時。鉄板系がダメだったのでブレード系を今試しているが成果ならず。しかしシーバスはダメだけどイワシは上がってる様子で、あとスルメイカね、スルメイカもなんか釣れてるそうやね。ちっちゃいのが2杯やって言ってましたというのが今年一発目の釣り情報です。ここね、あの辺サンドが入ってるんですよね、砂がね、この辺ね、砂が入ってる、竿先のあたりね。だからバチ抜けでいいかもと思って今からワームに変えてちょっと投げてみますわ。ではまだまだ頑張ります。